皆さんこんにちは EasyJapanese へようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください今日もよろしくお願いしますはい、皆さんこんばんはこんばんは今日は4月2日金曜日ですまたね、月の初めになったので日にちの言い方 日付の言い方が変わりましたね。1日2日ということで、今日は2日です。今日はね。天気は結構良くて、まあ暖かい1日でしたね。本当にずっと天気良くてありがたいです。はい、うん、うん、今日はね。布団の洗濯をちょっとしたりとかそういうことをしました。うん。 うん、であの昨日まあねお話をしたまあその前もお話をした食べ物のシリーズ好きな食べ物のシリーズがとても、えー、人気があったというかあの好評だったんですけど、うん、今日はねうんと飲み物のお話、はい、で特に日本の、えー、とお酒 はい、日本であの飲まれてるお酒のお話をちょっとしたいなと思ってますわかりましたえっと基本的にねあのお酒結構好きなんですけど、うん、去年の夏ぐらいから、うん、あんまり飲んでないんですよちょっとねその実験っていうか体の実験みたいな感じで、うん、ちょっと飲まないで言います はい、その前は結構ね飲んでましたね。うん、飲んでましたよ、ねうんでまあまあ好きなんですけどそれのまあお話をしたいなと思ってて、うん、えっとまあ食べるものとかう,ん、うんとまあ場所とかそういうシチュエーションによって飲むお酒が変わってくると思うんですけど、うん、まあ日本だとまあまあよくあるのは やっぱりビール。うん。そして。まあ、日本酒、お酒。はい。ワイン。そして、焼酎とか。うん。まあ、そういうもんだよね。そうだねうん、うん。そういうものを飲むんですが。何が。好きですか。私は。ビールと。ワイン。日本酒。うん。 が好きです。一番。一番。うん。一番難しいですね。うん。一番飲むのはビールか。かーとかないか。そ一番だから。好きなスパークリングワイン好きです。なんでそんなさ、ピンピンポイントでなんか変なところに行くの。<laughs> カーとかないから、一番、一 <laughs> 番、なんで、一つしかないです。じゃ、ビールにします。ビールね。はい。ビールっていうのは。まあ、世界中にある。飲み物なんだけど。はい。まあまあ。ビアとか。うん。あの。英語とかじゃなくても、やっぱり、こう。アジアでも。タイとか。行っても。うん、だって、ビア。 になるんだけど、うん、なんか日本はビールっていう結構面白い音だよね発音がすごく面白いなと思ってるビ,ビールっていうのが結構なんか外国の人たちもなんか面白い音だよねっていうよく言ってるね友達とかもビールって言ってるけどまあビールはあのー、生ビール、はい、生ビールっていうことで、あのー、日本では居酒屋さんとかお店屋さんに行ったら うん、生っていうのが、まあビールのことですね。そうですね。うん、あのー、まあお刺身とかも生じゃん。うん。だけど、その生と言ったら、やっぱビールのことですね。生一つとか言います、ね。生、生中、生小、生大とかってこう。そのビールを入れるグラスの大きさ、ジョッキーの大きさによって。うん、まあ、まあ、生中っていうことが多いけどね。 うん、まあそんなような言い方をして頼むんですけど、はい、あの好きな、えー、ブランドというかありますか。好きなブランドですか。ブランドっていうかあの名柄。名柄。う名、ん、柄っていうのはブランドってことかですね。あ、そうですそうです。うん、あ、私はうんそうですね。アサヒスーパードライが好きです。<ー> <laughs> 結構スーパードライは。 あの外国の方がよく好きだと言っているのを聞いたことがありますね友達でも<ー>うんそのまああのスーパードライっていうその表現が面白いっていうのもあると思うんだけど、うんまあ、イギリスにスーパードライっていう服のメーカーありますもんねはいいありますね、うん、そ,それぐらいなんか なんていうかそれになんかね日本に来てそれ見てっていう話だと思うんだけどあれもそっかねまあちょっと味がそれぞれの例えばキリンビールとか札幌ビール札幌一番はい札幌一番札幌一番はラーメンですね札幌一番はラーメンですね札幌んか今変だなと思ったんだけど札幌ビール札幌の星のついたビールねそうです

うん、そうだね基本的にはもともとラガーのビールが多くて、うんはい、ここ数年であのクラフトビールとかあの、まあ、エール、うん、エールビールっていうかなんて言うんですかね IPA とか、はい、そういうものがあの急激に急速に、はい、すごい速さでなんかバって広がってきたようなイメージが。 ありますけど、ね、あとはそのご当地、ご当地ビールって言って。例えば僕らの住んでいる、まあ、長野県の、まあ、なんとかっていう町が作ってるビールとかね。うん、まあ、結構有名なのはあの軽井沢、のビール、うん、結構有名ですけど。うん、まあ、いろいろあるよね。本当に地域によって。あの、楽しいです。いろんな種類が増えて、うんうん、飲めることが。そうだね。うん、まあ、長野県って。 あのまあ、ちょっと話はずれちゃうんですが結構面白くて、うん、あのワインの産地でもあるんですよ。そうですねそうでワインも作るし日本酒も結構酒蔵が多い。うん、で、まあ、ビールもあの工場っていうのはちょっとあれなんだけれども、うん、そのまあまあそういうクラフト系のビールご当地ビールがたくさんあるし、うんうん、あとはそのいわゆる。 サイダーシードル、うん、シードルというかああいうのも結構あったりでウイスキーなんかも、うん、あの、まあ、お隣のね山梨県とかが、うん、まあ有名なとこありますけど、はい、長野県も結構あるのかなまあその境ぐらいにね、うん、あのあるイメージがあるんだけど、はい、なのでその割と。 そうだね北海道とかもそうだと思うんですが長野県はその、うんえー、長野県産長野県で作られたお酒の種類がとてもたくさんありますね。あります、うん。だから楽しいよね。楽しいです、うん、やっぱり自然が豊かで水が美いしいあと果物もたくさん取れる場所なので、うん、そういうお酒製品も豊富なのかなって。 うんうん、思います。豊富っていうのはね、うん、どういう意味ですか。豊富はたくさん。そうだね。種類がたくさんあるよっていうことですね。そうです。選べるっていうかね。はい。それが豊富。豊富と言いますね。はい。はいうん、でまあビール一番好き。<laughs> ビール私一番好きです。うん、まあ日本だとあのー。 まあ、僕らの住んでいるところはちょっとまた特殊なんだけど。うん、一般的には、普通は。あの、飲み会とかパーティーがあったら。うん、とりあえずビール。っていうような雰囲気がありますよね。また、居酒屋の話ですけど。うんうん、とりあえずビールっていう言葉が。もう、ありますよねうんうん、うん。そうそう、とりあえずビールでいいですかっていう感じで。<laughs> ビールじゃない人だけ注文してねみたいな。うん、そういう感じでね。私はちょっと今日は。 車で来てるからお茶にしますとか水にしますとか、うん、あとはそのちょっとビール飲めないのであの別の何とか飲みますっていうね、うん、カクテルとか、うん、あのまあよくあるハイボールとかねそういう感じであの飲む形なんですけど、うん、まあとりあえずビールと。とりあえずビールででもねあの僕らのの住んいいる町地域っていうのは、うん あの日本酒で乾杯っていうのを勧めていて、うん、そのまず最初に日本酒お酒ですね、うん、で乾杯乾杯はもう結構外国の人たちもたくさん知ってると思いますがうん,うんとまあその乾杯ですよ、うん、わかるよね多分乾杯はあの飲む時にこう「乾杯」乾杯っていうやつ、ねはい、<laughs> そうそう結構ね結婚式とかそういう時もその パーティーの,そのスタートの儀式というかね、うんうん、始まりに合わせて乾杯してスタートみたいなところがあって、うん、まああのー、これもまあねあのいろいろ人によるかなって思うところはありますけど、うん、結婚式のパーティーはやっぱりその,あのシャンパン、うんうん、スパークリングワインというかそういったものがあのやっぱり食前酒 あの料理を食べる前に飲むお酒ということで、うん、割とよく見ますすね大好きですうん、うん、最近ねあの日本酒あの、うん、お酒ですよね、うん、お酒はお米から作られてるんだけど、うん、あのお酒のそういうスパークリング、うん、あのも結構出てきて、うん、あのやっぱりの若い女性向けにということでね 広まっあまあ男性も好きな人いると思いますけど、うん、とっても美味しいです、うん、僕もあの夏とかはね結構いいかなって思いますねうん、うん、そうですねでまあやっぱりねビールといえば、うんうん、これ結構皆さんに聞きたいんだけど、うん、ビールって世界中にあるじゃないですかはいでビールといえば何を食べるのかなっての結構気になっていて 一緒に何を食べるのか、うん、そうまあおつまみとか言うんだけれどね、はい、でもあの結構ねあの僕も結構いろんな友達いるんですけどで外国にも住んだことがあるんだけど、うん、ビールはそれだけで飲むっていう人が結構多いかも。あそうか、うん。あとはまあそのそうだねあのなんて言うんだろう ナッツナッツとかを食べるのが多かったりするしまあまあ多いのはフライドポテトみたいなものとかうんそんな感じかなって思うんだけどまあよかったらコメントにね書いていただいたらいいかなというふうに思うんですけど、うんうん、でもね日本だとやっぱりこれもねとりあえずビールに近いんだけど枝豆。 おやっぱりあの<豆>一番その王道となるのは、はい、枝豆かなと思いますね<ー>であのアメリカとかイギリスとか、うんうん、あ僕、まあ、滞在してたことがある国だとね、はい、そういうところまあスペインもあるんですけど、うん、枝豆っていうメニューも,もうあったりするんですよね<ー>そうそう枝豆っていうのがねでまあまあ もうすでにね皆さんご存知かなと思うんですけど知ってるかなって思うんですけど、まあ、緑色の豆ですよ、うん、茹でた豆で、うん、それをね塩味で茹でてあるのをただそれを食べると、うん、それがまあまあ一番定番なんじゃないかなと思うんですが、はい、おかずっていうかそういう意味ではやっぱり昨日出てきた唐揚げ定番です。うんうん 定番,定番っていうのはあのうんまあお決まりのというか定番これにはこれでしょっていう、うん、まあいわゆるイギリスといえばフィッシュチップスみたいな、うん、それはまあ定番、はい、っていうそういう言い方そうですねそう,そういう感じですね定番でしょっていうのはそういう言い方日本だったらお寿司みたいな、うん、そういう感じでまあまあビールといえば枝豆と唐揚げかなと僕は個人的には 思いまままますすがあああそうですね、うん、たくさんあると思います日本のおつまみはそうだねまあお刺身とかもあるんだけど僕はねお刺身だったらもうやっぱり日本酒お酒かな、うん、生の魚はやっぱり日本のお酒がととても合うと思いますうそうだね,うだねで僕の好きな飲み物お酒は、はい、やっぱりお酒かなって思いますね えー、日本酒、うん、かかって言っちゃうからダメだね。や <laughs> <laughs>、うん、また、あ「になって日本のって今言ってるからなんだけど、はい、僕は結構ウイスキーが好きなんですよ。ウイスキー、うん、ウイスキー飲むのが好きなんですけどあのそのお酒自体は、はい、あのスコッチというあのスコットランドのウイスキーが好きなんで、うん、日本のお酒はって言われたら。うん やっぱり日本酒かなお酒かかかななおっって思って思<ー>、うん、そうか日本のウイスキーもまたそうだねサントリーとかね、うん、日課とかあるんですけど、うん、むしろ結構美味しいのあるんですよ。世界的にも結構評価されてて、うん、あの美味しいのがあるんだけど、うん、まあでもうん、まあ、料理に合わせるっていう意味では僕は結構、うん、お酒どうでしょう難しいですね。あでもな ちょっと悩ましいですねこれは、うん、日本酒は私も好きあのゆっくり楽しみたい時はやっぱり日本酒、うん、ちょっとずつ飲みながら、うん、お料理も楽しむそうだね、うん、結構そのシーズンにもよるかな季節あた暑い時寒い時にもよるかなって思うんですがです、ね、今これからの暑くなってくる夏に向かってはやっぱりウイスキーのソーダ割りハイボール がやっぱり美味しいしその唐揚げまた唐揚げなんですけど、うん、とかにもよく揚げ物によく合いますね,すねさっぱりしてるんでね、うん、なんでマフライドポテトとかそういったものあとはまあ外でバーベキューとかするってなってくるとやっぱりそのビール、うん、ビールとかハイボールとかあと日本にはねチューハイっていうのがあるんですよ 中杯っていうのは日本だけなんですかうーんと酎ハイはあんまり外では見たことがないなと思っていてまあ酎ハイっていうのは焼酎をまあ割ったものななんんでですよ、うん、いろんな味でそうお茶とかで割る場合もあるしオレンジジュースとかグレープフルーツジュースとかレモンとか、うん、そういったものでこう、うん、あの割ってる。 あと、まあそうそうだね、ソーダ水で割って、うん、そのレモンを絞ったりとかいろいろ混ぜてっていうものがチューハイっていうんだけれども、うん、まあカクテルは世界中にあるんだけどチューハイっていうのはなんかあまり、うん、聞いたことがないですね。韓韓国国のねお酒、まあ、韓国でも あの焼酎はよく飲まれるので、うん、あの韓国だと似た感じのものがあるかもしれないですけど、うん、僕の中ではまあ酎ハイってあんまり聞いたことないですねうん、うん、そうですね、うん、でもそうだなまあまあいろいろ今出てきたんですけど、うん、まあハイボール結構やっぱり僕は好きかな、うん、ウイスキーのねハイボール好きですねうん、うん うん、そんな感じでまあまあまたね居酒屋のお話とかはちょっと出てきたんですけど、まあ、日本だとお酒を飲むというと基本的にはご飯も食べるっていうことも兼ねて兼ねてっての合わせてってことなんですけどご飯も兼ねて、うん、居酒屋さんに行くことがやっぱり多い基本的にはねまず居酒屋さんに行くことが多くて、はい、そこから 二次会とかって言ってこうそこは一旦食べ終わった後にまたもう一軒他のお店に行こうみたいな感じになるんですけど、うん、そういう時に例えば、えー、と屋台とかね焼き鳥屋さんおでん屋さんとか、うん、そういう屋台とかに行くケースもあるし、うん、バーに行くこともありますね。あります、ね、でバーに行くとやっぱりこのいわゆる西洋っぽいバーでカクテルとか、うん、そういうものをいただくと。うん なるんですけどあの結構選択肢が多いというか、うん、あのいろんなお店があるんで、うん、あのなんだろうなこれもまた好き嫌いとかいろいろ好みがあると思うんですけど、はいうん、僕はね個人的には居酒屋さんに行ってあのラーメンを食べる後で <laughs> っていうのがまあ好きだったんですけどうん、うん、だんだん年齢がねいってきて。 年があの取ってくるとねラーメンだんだん最後食べれなくなってきて、うん、であんまりいかないっていう感じにどんどんなってきてるんだけれどもまあまあでもお酒のの楽しみ方っていうのはねいろいろありますよねあそんなわけでねまあ今日も20分ほど経ってきたんですけれども、はい、今日はまあ好きなお酒とかまあまあお酒にまつわる お酒にまつわるっていうのはそののお酒に関係のある、うん、そんなようなお話をしました、はい、皆さんの、まあ普段ねあのよく飲むお酒とか皆さんが一番好きなお酒の種類とか、うん、もしくはその銘柄ブランドそういうことがねもしあの皆さんのことも教えていただけたら嬉しいなと思いますのでぜひぜひコメント欄かメールでいただけると嬉しいなというふうに思っています。はい はい、ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたまた明日よろしくお願いしますではでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたこの番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしていますポッドキャスト YouTube のフォロー チャンネル登録をお願いしますそれではまた次回の Easy Japanese でお会いしましょうではでは